東京には数々のビュッフェがあれど、かつてここまで豪華で美味なものがあったでしょうか。こだわり厳選された旬の食材をシェフが目の前で調理し、それをいただく。こんな贅沢が許されるのでしょうか。皆さんこんにちは、山高ジャパンです。本日はこちらの動画を再生していただきありがとうございます。短い時間ではございますが、最後までお付き合いいただければと思っております。今回はビュッフェ界の最高峰と言われるニューオータニ東京のダスカイにて食の神髄をとことんご堪能ください。弁慶橋、その古風な姿形が私たちが大都会にいることを忘れさせてくれる。あー気持ちいい。こちらがニューオータニガーデンコート。このそびえ立つビジネス棟の裏側には大都会東京のオアシス、ニューオータニの日本庭園があります。都会の喧騒を忘れ、心ゆくまで日本情緒に浸ることができる安らぎの場所です。メインビルの最上階をご覧ください。円盤部分がご覧いただけますか。あちらに位置しているのが本日のお食事どころ、多彩な食が集う次世代絶景ダイニング、ダスカイでございます。それでは参りましょう。11時30分開始となります。ウィークデイズのランチは大人9900円。ホテルのホームページでは席数限定で9479円の優待プランも用意があります。扉が開くと光が差し込み、視界が開けます。新宿スカイスクレーパーズなどぐるーっと360度の東京のありさまを伺うことができます。ではフードを頂戴いたしましょう。各テーブルには宝の地図があり、私たちを宝物庫へと誘います。イクラと、あと、卵と、あと、赤身とマダイと、生エビ。おすすめとかってあるんですか？そうですね、湯葉がほんのり甘くて美味しい。あ、じゃあ湯葉をあと卵です。あ、そうですね、卵は、卵だけで。わかりました。ありがとうございます。美味しそう。日本の宝、握り寿司を獲得した。赤い宝石が今日の宴の幕開けとなる。肩を寄せ合う寿司たちが食べてよと私に笑いかけている。米は赤酢を使用しているため薄いベージュ色をしている。それがまたいい。どれどれおすすめの湯葉をしたためる。職人の言う通りだ。まろやかな甘さ。とろりとして甘い。あー美味しかった。次は焼きしゃぶをいただく。わーすごい巨大化した
エレンの舌みたいな牛肉が出てきた。おう、ヒュージ。おろしポン酢がたっぷりとのる。容姿端麗、風光明媚、なんというかもうクールビューティー。噂通りだ。お箸で簡単に裂ける。まずは一口目。うまい。大根おろしをふんだんに口いっぱいに頬張ると、もうトレビアン。柔らかくてうまみがあって風味がよくて、じゅわーっと体全体に染み渡る。ああ、改めてお肉っておいしいな。健康志向でお野菜もいただく。専用の畑で収穫される無農薬のハーブサラダ、頂戴いたします。トングやスプーンは一回一回新しいものに変える。チョップドサラダ美味しそう。ドレッシングがあって、あ、ここにはアペタイザーがたくさん並んでいる。ワインがあればいくらでも食べられそう。でも今日はあえてお酒は飲まずに、美味しいお肉をたくさんいただきたいのです。こだわりの乳酸菌入りスープは3種類。ゴロゴロ野菜スープ、スーラータン、お味噌汁。スーランタン大好きなんです。このタパス天国の片隅にひっそりと佇むブレッドバスケット、なかなかここまでは手が出ないのが現状です。そして食品サンプルと見まがう稲荷と太巻き。チョップドサラダ、フェンネル、ゴーヤなどハイカラなサラダがドロウ。スーラータンもマイルドで気品ある味わい。では肉食獣の本領発揮、行くぞ。香ばしい香りが鼻孔をくすぐる。ありがとうございます。聴覚で、嗅覚で、そして視覚で存分にワクワクさせてくれる。パリッとした皮膜が口の中に香ばしい塩気を充満させる。噛みしめると中心からじゅわーっと甘い肉汁が飛び出す。
完璧なまでのハーモニー。こんな甘美な夢が経験できるとは、私の人生も捨てたもんじゃない。ああ、至福の時、生きててよかった。あまりの美味しさにおかわりをいただく。あ、天ぷらね。今度はエビと天ぷらをいただく。あと、ああどうしよう、アナゴと。あと、ナス。あ、シシトウも美味しそうだな。シシトウもお願いします。はい、以上でありがとうございます。職人の手さばきにしばし見とれる。ありがとうございます。これ天つゆ？じゃあ天つゆをここに置くんですか？あ、はい。塩の種類も多い。塩を使うようでしたら空いてるところに置いて、あ、はい、つけながら召し上がり。はい。ピンクの梅塩、キュート。揚げたてを頬張るだなんて、こんな贅沢、アンビリーバボー。まずは天ぷらの王様、エビから。爽快な歯ごたえ、軽くてジューシー。飲み物は有料ですが、お水は無料で適宜足してくれます。ししとうは梅塩で。こちらもうまい。ナス、油、天つゆ、これが揃っておいしくないわけがない。ライブキッチンにばかり夢中になってますが、その他たくさんの絶品料理が用意されています。ブリ大根に赤魚、たくさんの丼物、ガーリックシュリンプ、シューマイ、油淋鶏、酢豚に、麻婆豆腐、麺類、焼きそば、ナポリタン、ポークカツサンドにカニクリームコロッケ、ビーフシチューに宇和島産マダイの白ワイン蒸し、すごいなあ。またライブキッチンで焼くもちもちピザもある。おいしそう。ローストチキンもあるのか。でも牛好きの私はローストビーフでもいただきますか。柚子胡椒、ほう、柚子胡椒黄色い。お塩もいいけど、グレービーソースもやっぱり捨てられない。シェフの皆さん、究極的に親切。はあ、ふわっとしたいい匂い。
唾液が溜まってきた。やっぱりこれもそうだ。簡単にお箸で裂ける。ここの柚子胡椒は完熟を使っているので黄色くて酸味が強い。フレッシュですね。生々しさのない垢抜けたローストビーフ、いくらでも食べれそう。完璧。これが名だたるニューオータニのパンケーキか。アップルンプルンしてる。すごい。ハニーコームバター、おいしそう。ああ、極上ふわふわ。ああ、完璧。デザートも種類が豊富。ピエール・エルメのマカロンもある。一流ホテルってどこもピエール・エルメと提携してるの？スーパーっていうネーミングがこちらでは流行りみたいです。フルーツサンドイッチいいね。スーパーショート2種にダコワーズショコラ、フルーツサンドイッチ、どれも美味しそう。紅茶は有料、850円なり。甘さがちょうどいい。丁寧に剥がして、そう、パンの風味と生クリームの味わい、おいしい。ああ、チョコレートケーキもショートケーキもいちごが濃くておいしい。フランボワーズのマカロン、バスクチーズケーキ、新江戸くず餅ゼリー、フランボワーズのジューシー感がそのまま味わえる。どれも捨てがたい美味しさ。アイスは7種類。シャーベットがあるのが嬉しい。あまおういちごとラムレーズンをチョイス。どちらも軽やかな口どけ。このすっきり感は癖になる。お会計はビュッフェ9479円。紅茶850円。サービス料 15% が加算され、
11,877円でした。高い。でも大満足の食事でした。価格以上に皆さんの心を躍らせること間違いなしです。最後までご覧いただきありがとうございました。これからも私と一緒にお出かけしませんか？いいねとチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。